スイです。今回も信長の野望神やっていこうと思います。はい、今ね、成松さんを映しているんだけど、今回は残りのね、パネルミッション終わったんで、残り20枚引いて、100連目まで、新春ガチャを引いていきたいのと、もう一個。成松さんのね、この、成松さんというか、特性レベル強化したくて、で、青が、あと500ぐらいで、青の書がね、500ぐらいで、成松さんの防御力を上げられるので、これを上げようと思っています。これね、しばらくずっと放置してたんだけど、と、負けてきた。勝てません。この特性レベル1アップすると、報酬の10枚ももらえるから、これももらっていって、まずね、手始めにこれを引いてからやりたいと思うので、で、毎回ね、これ余ってるんでね、この、書がね、書がすげえ余ってるんで、そうそう使わないと、あれなんで、アイテム。で、この書を使用して、ああ、だんだん加速する系の、あれじゃないんだね。アトリエ系のアイテム変化はしないんだね。500個、ジャストでいきましょうか。500個だとちょっと多いんだけど、ええやろ。獲得。で、これで976個になり、960が必要だったよね。で、これも受け取れる。OK。工場はね、さっきね、争奪戦できなかったけど、相手強すぎてね、ぼちぼちやってます、ぼちぼち。で、なりますさんを強化していきます。この喜び、久しいの。OK。だいぶ強くなってきたね。1% のためにこれだけを絞るかどうかもう、趣味の世界になってくると思うけど、とはいえね、達成したミッションがあるようです。やったぜ。じゃあこれをもらって、センキュー。ストーリー始まっちゃうんだっけ？獲得だけで終わらせてくれまいか？じゃあこれ飛ばしますね。はい。終わりましたんで、じゃあ、引いていきましょう。まずは、通常10連ね。あっち外してから手慰めにこっちっていうのもあるけど、当たるためのね。はい、で、まずは10回ウォーミングアップしよう。最近門の色変わんねえよな。うわっ、後期来た来た、誰が来る？もう、ごとつせし者たちはいいぞ。いやははなあ、なに、斎藤道三、俺が使い切れなかったから、群雄リーグで。強化せよってこと？そういうこと。いや、でもなあ、やっぱ斎藤家とかさ、ね、何度もいいけど、その弱小を強くしろとは言わないけど、ね、織田信長、武田軍とか、と一緒にしろとは言わないけど、ある程度揃えてほしいよな。なんかさ、ね、だってこれ、ハイトドーザンだから近畿で揃えるしかないしさ。しかも俺3とさせてたんだ。4とさしねえわな、じゃあ。3とつもうしてたの？ドーザン出たばっかで気してたけど。嘘でしょ？ということで、もうほぼね、全部すっかりかんだから。で、ここは食べてますね、通常のね、東洋で新しい SR 引かせてくんないんじゃないかと、こうやってクモゲームス。5年後くらい仮想ができるようになるのは。その子には1000枚溜まっちまうな。ということで、さあ確率は低いんだけど、ピックアップ50倍で、ここね。お互い 12.5% ずつ。20連するから、パパパパパーンって4枚くらい出て、ねねか秀吉が3突させてくれてもいいんだが、さすがにそれは、ね。虫が良すぎますかな。
で、ここまで、ここで出たら、次考えてもいいよね。さあ。先にあっちで当てちゃったからあれか、出づらかったか。さて、ここは確実に SSR は出る。出陣か、後期か。あ、門が意外と豪華で、後期。まあ 25% だから外すか。でも SSR900 クラスかな。銅山ではないか。ごとつせし者たちではないな。俺の。さて、誰が出る？いや、お前たち絶対 R とか SR さ、偏ってっから。ああ、馬場さんだ。武田騎馬軍を強化せよということか。そうか。ここでどっちか出てればね、もう50年してもよかったんだけど、ね。まあ、やるなら、50連できないか。マイレージもさ、もう50個買えないからさ。何個買えんだろう。あ、15個か。ってことは、35連は、やらなきゃいけないんだね。あっちで。でもこれ最後だし、15連、15,000 円使っちゃう？やっべ。あんまなかったね。まあ、いっか。まあ、ね、勝負も流れも時の運よ。この15枚で。なんでもいいよ。普通の SSR でももう獣と思って引こう。どうなる？お！でも後期！もう嬉しいぞ。ただ、もう普通だったから、ごとつせし者たちが集うんじゃないか。普通でも SSR900 出る可能性はあるけれど。あ、でも確率変わったね。ベスト3とか出てくるようになったね。ベスト3しか出なくなったね。ただかっちゃん。そうか。いや、強いなと思ったけど、どう？ね。徳川家。さして好きでもない徳川家。揃ってもいない。そうだよね、徳川家だよね。うん。で、残り5回。うん。いやー、あと35回は無理ですね。あと35回やりたかったら1万円課金しないとダメじゃん。いや、でもまあ、まあまあ、まあまあ出たし、いいっちゃよかったか。やっぱ別荘さん2連打来たからね。花も実も未だ熟さぬ。俺、本田忠勝のさ、このセリフはさ、わかりやすいからさ、ごとつした時にセリフ違ったら、絶対わかるわ。あ、レベル30になってる。よしよし。強くなった。で、別所さんこれで揃ったのかな？さっきの2連でね。あー、そんなことない。1連でよかった。余ったな。非道な行いに目をつむる気はない。そうなんだ。はい。そんな感じでね、新春も含め全部、年末年始ガチャ、新春含め、合計何百連しただろうかね。でもそんなしないか。ねね80連の秀吉、50やってないかぐらいだもんね。確か。だからまあ合計200連ぐらいか。で、1枚ずつしか出ませんでしたね。だからまあまあ、惨敗だけど、惨敗だけどまあ、ね、豊臣家は少ないけども、それなりに鉄砲隊として使っていくのはありなのかなと思いました。はい、
それでは、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。雨降ってんだよね。ね、なんでちょっと今日はお出かけは自重して別のゲームやります。では。